いどうも。はいどうも、こんにちは。全国の皆さん、今日はここは栃木県、旧土地のイベントに来ました。つくるまサーキットで、私ちょっとエンジンかかっちゃってますからね、これでガーッと紹介していきたいと思いますんで、今日の一緒に紹介してくれるのは関根くん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。かわいこちゃん2人用意しました。今日コンパニオン頼んだ。ゆいちゃん、ゆいちゃん、ゆいちゃん、よろしくお願いします。ゆいちゃんと、あ、あいりちゃん、お願いします。乳首ギューン。よろしくお願いします。じゃあ行こう、紹介して。はい、じゃあ車の方よろしくお願いします。ナックルズTV、これはマジ乗りしよう、はい、これはマジ乗りしよう。一応ね、エアロは組んでんだけど、昔のオートビスタっていうメーカーのエアロンで、 SSR のメッシュを剥がして、まあ、車高も車検が通るぐらいのね、これは抑えた感じの、まあ、こういうのもマジ乗りはいいです。はい、はいはい、かっこいいですね。これ日産、これレパード、レパード、はい、この辺になってくとね、ちょっとね、ほらタイヤも太くなって、そうですね、フェンなんかあってね、うん、そう、結構この辺はね、レア車です。なかなか台数も少なくなってます。うーん、で次こっちはこれ、はい、チェイサー、チェイサー、これ昔流行ったんです、トラストから、はい、ワークス、来てこっち、こっち、こっち、離れないで、離れないで、一緒に一緒に、俺のぴったり、俺のとこくっついててね。こんな感じだからね。ナックルズ TV、 ソアナです。ソアナ、大丈夫、ソアナです、はい、この辺になってくとね、もうね、横からなんか生えてくからね、あれね、竹槍がねじり、ねじり4本ね。あ、ねじりって言うんですか、これ。そう、ねじり、ねじり、これはねじり始まりだな。ほら、これねじり4本、ねじり4本だしな。ねじり4本。そう。だ、どっから見ても見えるようにさ、4本こういうに綺麗にやってたら、前から見たら1本にしか見えねべ、こうやれば4本に見える。なるほど。で、この辺になってくとね、これ、スプリンター。この辺になってくとね、はい、出っ歯と、ほら、出っ歯と伸びていくかね、サイドステップとかね、こうだんだんね、この辺は。でこっちもカラーリングだね、これね。はい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 。いやー、この辺なんてなんかエロいね、この色はね。ナックルズ TV。で、これもマーク2。マーク2。これで見て、フェンダー。フェンダー、フェンダーなんてよ。あ、違う、出てんだ、これ。これ、これ、これ。フェンダー出てんだ、これ。ほら、見て。これはこの形のまんま、型取りシルエットして、外に出してきてんの。あー、なるほど。これ、芸が細かい。細かいですね。この辺なんてハイレベル。いやいやいや、渋い、かっこいい、ね、じゃあこっち行くか。はい、お願いします。これはこうなってくとね、もう軽量化、屋根なんかいらない。これ屋根ぶった切ってるんですか。そう、もう屋根なんか切っちゃって、屋根軽量した分ボディやばそうだ。そうそうそう、重くなっちゃってんだ、結局は屋根取っても意味がないっていう。結構これシルエット変だ。この辺になってくともう箱だね、弁当箱シルエット。 FRP の板でね、四角ぐらい。なんかどうですか、なんかちょっとエロいっていうか。エロいです、ね、チンチン、チンチン、チンチラバリ、チンチンチンチラバリ。ナックルズ TV。 この辺のちょっとね、もうちょいどかん来てからね、浜松からですか。浜松か、この辺、この辺有名な浜松練習。浜松練習ですか。そう、浜松練習。いや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 、この辺有名な、これ完全、もうこの辺ザザッとね、これね、これ有名じゃん。かっこいいですね。ナックルズ TV。 これ新潟かんちゃん、新潟から、新潟かんちゃん、浜ちゃん練習、浜ちゃん練習。この人キッでかいの。たまにそうなんですか、浜ちゃん。これ浜ちゃんですよ、これ新潟。これ車種は何ですかね。これはマーク2。マーク2だ。そう、GX61 マーク2。ああ、渋い仕様ですね、色も。これあれだな、はい、サンデージャポン。あ、ダメか、他の放送局言っちゃった。大丈夫です。大丈夫です。ジャパンですね、やっぱスカイラインジャパン。一世を風靡した。この色かわいいよね。かわいいですか、色がいい。何がいい、何がいい、どこがかわいい。この色がかわいい、2人のがかわいい。ナックルズ TV。この辺は、はい、この辺は、ね、福岡仕様に近いんだね。はあはあ、そう、車高ベタベタで。福岡仕様ってのはどういうあれなんですか。車高がベタベタで、タイヤを、ラジアルタイヤ引っ張り。はい。そう。で、このハの字になってる、うん。でも福岡の人に言わすとちょっと違うって言われるから。そう。怖い。この辺になって、はい、サーキットから飛び出してきたから、これ。セリカ。これ見て。セリカ。セリカ LB。これはね、昔、このカラーリングのサーキットで走ってた、本当にこれ。あ、そうなんですか。そうそうそう、赤と白のツートン。赤と白のツートン。ここら。この辺はもう、サーキットが出てきたような感じだよね。これもね、フェンダーなんかほら、もうすごいがね、これ、張り出し感。本当だ。ナックルズ TV。これピンク基地外。これピンク基地外。P ですね、P。これ宇都宮レーシング。宇都宮レーシングのテロだけど、寝坊するんだけど最近ちゃんと来てる。上州までさすが。でも最近来てる、これ。今仕様変更中だからちょっといろいろ外してるけどね。あ、そうなんですね。そうそうそう、なんか年末どっか行くらしいよ。なるほど。これソアラ、はい、ソアラ。さっきのさ、一番最初に渦したソアラ、みんな覚えてる、はい、あれの改造したがこんなになっちゃったの。いや、
いわゆるこの出っ歯がすごいでかい。フェンダーが、はい、シルエットフェンダーになって、オーナーさん乗ってらっしゃいますけど、大丈夫ですか？大丈夫ですか？もうこの辺だと羽なんかさ、これほら3分割ちゃんと羽トランクが開くようにこう割ってあるんだよね。あ、そういうことですか？そうそうそう、3分割芸が細かいですね。そうそうそう、ナックルズ TV。 この辺も台数はクラウンも最近増えてきたね。渋いよね、ハイソカーで昔お金持ち近いので、いつかはクラウンが、いつかクラウン、めっちゃ渋い、寝てるね。でこれは関根くん、関根くんが紹介して自分のだから。自慢は彼女です。いや、自慢は彼女です、はい、説明して、はい、はい、じゃあ延長バネと自作です。で、あとリアバンパーも伸ばして、これも全部自作で作って、で、あのワークスとかこういう FRP のパーツは全部あのマシコレーシングの成井さんに、イエーイで、あとサイドステップとか、あと出っ歯とかも全部自作で自分で作ってます。自作なんですね。そうですね、全部自分で作ってます。本物の出会い栃木には何かこだわりあるんだっけ？本物の出会い栃木、今まで全然出会えねえんだよ。全然出会ったことねえが、全然成井さんと出会ったんだ。あ、俺と出会ったあとこっちもじゃあ紹介しちゃう、はい、こっちはあのオープンカーで屋根切っ飛ばして、で出っ歯と同じく後ろも弁当箱のシルエットを作って、でシルエットウィングボンネット、あ、トランクの上に乗せて、ボンネットからマフラー3本出して。ゆうちゃん、電話番号教えて。電話番号これはすげえ、これは関田だろ、車なんの、もう最終形はもうこうなっちゃう。